切れそうなんだけど久しぶりに。じゃあ、 FPS でイライラしない方法を見なきゃ。24個進んで、あー意味わかりません。もう本当に意味わかりません。もうこのゲームマジで意味わかりません。本当にもう。はい、こんにちは、グリードです。マスター迷彩のインターステラー解除までいよいよ終盤戦となってまいりました。現状ね、アサルトライフル、バトルライフル、SMG、ライトマシンガン、マークスマンが終わりました。その他武器もまあちょこちょこ終わってるんですけど、このチャレンジ、迷彩チャレンジで一番今回大変なのがね、ランチャーのこの RGL80 を使用して敵の装備を25回破壊っていうね、こちら終わらせましたよ。ダイヤモンド迷彩出しました。まずね、敵の装備品って何ぞやってとこなんですけど、クレイモアとマインのみなんですよね。まあ今までだったら他の、いわゆるミューニションボックス、弾薬ボックスとか、キルストとか何でも壊したら進んだんだけど、今作の仕様なのかバグなのか、ただでさえ大変なのに、今日この動画の後半、とんでもないね、ことが発覚して、より難易度が高くなりました。いやーもうこれはちょっとね、皆さん見てほしい、とりあえず。もう久しぶりにね、切れそうになりましたね。まあ、とりあえず動画へレッツゴー。早速ある。待って。マジかよ。やっぱ、振り方地雷、めっちゃ多いかもしれん。どこ。クレイマー。いる。いた。あ、お前か。お前だ。あの人だ。いや、クレイモア持つ人は角に行く習性があるから、自分がクレイモア使うと敵もクレイモア使ってくる。あー、なるほどね。心理戦ですね。あいつが怪しいぞ。この動かない角の人怪しいぞ。ほら、そうだ。ほら、やっぱ角に行く習性があるんよ、ほら。クレイモアもちゃやっぱ角に行くんよな。今日、もしかして今日グレポン終わる？いや、でも、過去一美味しい。待って、いる。あー待って、カシムシだ。この人だ。これ、あ、待って、もう一人いない？もしかしてこれ。まさか二人いる？あれ、今のカシムシじゃない？地雷プリーズ。あ、近いな。ある。そこにクレイモアがあるんですよ。邪魔しないでください。待って、クレイモア壊れてない。あー、ちょっとクレイモア壊れてない。なんか手前の地雷に引っかかった。硬え。だってクレイモアが壊れないんだけど、あの角度なんか壊されない角度編み出してるんだけど、あいつ2個置いてるんだけど、あいつ、行ったかもしれん、2個。どうなん？ 15 回。15回って1個しか進んでなくない？15回だっけ？待って、クレイモア、あるある。POD に、あー、しまったー。COD に強い弁護士。POD に強い弁護士が、クレイモア置いてる。やべ、めっちゃ進む。待って、やばいって。今日。終わる、今日で終わる。待って、地雷なくなったかも。うわ、ここにあったのに、今。来ました。ありがとう。だって、カシムシ来たって。おい。カシムシ、しかも COD に強い弁護士も来た。待って、めっちゃある。やべえ、めっちゃあるんだけど。下にある。あれ、待って。お前もか？お前もやってるのか？もしかして。カシムシも迷彩チャレンジ？なんか。まだこれ、まだいかない？バグっていかないとかないよね、これ。あれ？まだ？あ、ごめん。
まだ終わんないの。え、バグって進まないとかないよね、これ。え、めっちゃあるやん。もうなんかちょっと感動が薄れてきた、ありすぎて。え？進んでない？え？え？え、バグかな？もしかして。バグってる？これもしかして。バグまさか。バグってるとかないよね、これ。え、これは、バグ？え、これバグじゃない？え、まさか。そんなことある？いや、なんかちょっと進んでる。え、よくわからない。ちょっと進んでるんだけど。いや、バグの可能性が一番高いっすね。え、これじゃダメとかないよね。直撃とかそんな。いや、だって、今までね、あれで進んでるから。え？いや、やっぱ直撃してもやっぱ進ん、出ないよ。プラスなんたら。いや、もうとにかくもう、やり続けるしかないか。これ、こうしたらもう。10対10はね、クレイマー置いてる人いてもね、なんか、クレイマー置いてる人が死んじゃったり、単純に他の人が引っかかったりしてね。あ、今出た！ほら、プラス50！ プラス 50！ プラス50出たぞ、今。え、ほら、これ進んだでしょ？はい、これ進んでない。あ？え？何このバグ？意味わからんんだけど。ええ、ちょっと待って。多分、1個目は絶対に進んだ。プラスって出たから。切れそうなんだけど、久しぶりに。じゃあ、FPS でイライラしない方法を見なきゃ。覗いてみる。もうこの人なんか、置いてくれてね。あ、ダメ、これダメ、これ進まない、バグで。ちょっと待って、ちょっと殴るわ。ちょ、見ててね、殴るから。あ、ないじゃん。もう1個置いてくれ。え、こいつ、マスター迷彩持ってるんやけど。何この人。マスター迷彩持ってるんだけど、この人。自分がインターステラーゲットしたから、クレイマー仕掛けて、他のプレイヤーに迷彩を進めさせようっていう、そんな団体の方いる？もしかして。最終手段。ダメです。進まない。ダメです。進まない。もう置いてるって、もうこれ団子になっちゃう、団子になっちゃう、これ。目の前にして。1個じゃない？え、24個進んで、あー、意味わかりません。もう本当に意味わかりません。もうこのゲームマジで意味わかりません、本当にもう。はい、もうわけわかりません。おかしい、おかしい、24個っておかしい。3個進んでんのおかしい。そもそも3個以上壊したし、プラス、なんか50とか出たの1個だけだし、もうわけわかりません、このゲーム。もう本当にわけわかりません。いやいやいや、おかしいでしょ、おかしいでしょ。全部違う。だから。え、殴りで進んだ？いや、そんなことある？海外の人。え、あれ？お邪魔なさ、ちょっと待って。あれ？え？終わったやっと終わったよ、もう。何？え、終わった今の。え、待って、今の、本当にクレイマーだった？ちょっと待って。え、みんな、ごめん。LMG の方じゃないよね。え、本当にクレイマー、どっちも出た？どっちも出た？本当に出た？大丈夫？信用できてない。え、大丈夫だよな。終わったよな。終わったんだよな。で、あー、来たー！あー、終わってるー！よかったー。おーし。あとの迷彩解除は、ナイフね、今作簡単なんだよな、なんか、内容が。いやー、わかったよ。よ、一段落ですね。これで。あとは、通常武器とナイフと。いやー、お疲れ様でしたー。